ラブラブ北九州、最高な文化は続くよどこまでも。ラブラブ北九、久しぶりの仮装行列じゃ、燃えてくるの。じいちゃん、仮装行列じゃなくてハロウィンパレードだよ。いやー、また仮装行列に参加できる日が来ようとは、わしゃ今猛烈に感動しとるぞ。だからハロウィンだって。ところでそれ誰なの？馬いるし。あ、誰なるじゃと？森鴎外先生がわからんか。鴎外先生は軍医として国田に赴任された2年と10ヶ月の間にこの町に文化の種をまかれた大文豪。その後多くの文学者を輩出してきたこの町は今や文学の町として立派に花を咲かせたのじゃ。わかったから落ち着いて。ああ、それよりお前こそなんじゃ、そのヒラヒラした格好は。ん？バナナ姫ルナ。ルナはバナナの妖精で北九州生まれのキャラだよ。じいちゃん、北九州って漫画の街だって知ってる？北九州出身とかゆかりがあるとかの漫画家さんがいっぱいいるんだよ。漫画ミュージアムもあるしね。おお、そうか。わしも漫画映画は割と好きじゃぞ。そう、漫画映画ってアニメのことかな。お？あれも漫画家の。あれはなんだろうね。